男子81キロ級の3回戦、日本の秋山義弘、対戦相手は韓国のコン・ユンウ、2000年の世界ジュニアチャンピオンです。ここはポイントは秋山が今リードしています。ちょっとここはかけていきますが、崩れます秋山です。この81キロ級日本代表、非常に激しい争い続いていきますが、瀧本、中村、そして秋山という三つどもえ。ただここはコン・ユンウに少し苦労しているか。秋山、この試合の前のですね、2試合ともフルタイム戦ってですね、ちょっとスタミナが心配なんですよね。先ほどのポイントも入って、これでポイント的には逆転されました。今小外のさっきのポイントが入っているという判定です。今のポイント上ではコン・ユンがリード。パワーのある選手なんですけども、やっぱり力をずっと出してるとですね、スタミナ消耗しちゃうんですよね。斉藤コーチも技のキレはピカイチなんだけれども、ここは内股、コン・ユンの内股が決まりました。技ありです。ちょっとスタミナ不足ということがささやかれているこの秋山ですが、相手の内股、体勢を崩されてしまいました。これで技ありのポイント、リードを許しています。必死になって捕まえようとしてるんですけどね。残りは1分と少し。9月の世界柔道でも悔しい思いをしました。講道館杯でも優勝することができませんでした。最後は必死の思い、結果を残さなければいけないフランス国際。日本の秋山、残り時間が少なくなっていきます。もう韓国の選手がリードしているもんだから、なかなか持たせないですね。ただこれだけ逃げてるとどうでしょうか、指導ということも相手には入ってくるとは思うんですが、でも追いかけるだけで技に入ってないんですよね。これはいけませんね。今ちょっと逃げました韓国のコン・ユンウ。ここで指導が来ます。これで技ありのポイント並びましたが、ただ効果と有効、まだ追いつきません。残り時間少ない。必死になる。前に出ていく秋山、時計を見ます。さらに前に出ていく。技が出るとですね、相手の反則を誘えるんですけどね。秋山自身ちょっと技が出ていない。逃げながらも残り3秒。韓国の選手かけてますから反則取れないですね。ちょっと今悔しそうな表情を見せましたが、試合終了です。日本の秋山、3回戦で敗れました。